ドフルネスとは一言で言うと何かというと、いわゆる気づきのことです。今この瞬間の体験に意識を向けて、あるがままに自らの状態を捉えることというふうになります。実際マインドフルネスには集中力ですとか認知機能の向上であったり、自己認識とか自己管理能力の向上などの多くの効果が科学的に証明されています。ストレスケアですとかうつ病治療にも今応用されていますし、大きな効果が現れたということはすでに医学的にも立証されています。そのためにはマインドフルネスを暮らしの中に取り入れるということが効果的です。歩いている時の足の裏の感覚に注意を払う、泡の感触とか水の冷たさを感じながら手を洗うなんてことがあります。これによってこう自己認識を高めることで過剰なストレスを抑えてですね、生活を豊かにするということができますので、ぜひ自分なりのマインドフルネスというのを見つけていただければなというふうに思います。